1 8 3系のヘッドマークマイズルは、西日本旅客鉄道が、京都駅東マイズル駅かご、山陰本線、マイズル線経由で運行する特別急行列車である。北、近畿ビッグ X ネットワークを形成する列車の一つである。イメージカラーは大色で、京都府マイズル市にある赤レンガ倉庫群にちなんでいる。特急、マイズルの前身は、 1972年10月のダイヤ改正で休行単語の増発により新設された、山陰本線京都方面からの東舞鶴駅直通列車である。その後、1985年には特急、朝潮が東舞鶴駅までの運転を開始した。1996年3月に、山陰本線のその駅、早部駅間が電化され、 京都駅木の先駅間が全線電化されると同時に、特急、浅潮と急行、丹後は廃止され、京都駅と東舞鶴駅を直通する列車は、下記、冬季に走った、臨時列車である急行、舞鶴などの一部を除いて廃止された。1999年10月2日に、舞鶴宣伝課開業に伴い、現在の特急、舞鶴が新設された。 2004年にさらに一往復増発され、単語ディスカバリーと合わせて、京都駅東舞鶴駅間には五往復の特急列車が走るようになった。2011年には、列車名統合によって、単語ディスカバリーの一部を吸収している。複数の都道府県をまたいで走らない列車であり、運行区間すべてが、京都府内で完結する。2015年3月14日、現在、 京都駅東舞鶴駅間に降り8本、上り7本が運転されており、全列車が京都駅や綾部駅間は、福知山、豊岡方面発着の特急、木の先、または橋立と連結運転を行っている。綾部駅ではスイッチバックを行って、列車の進行方向が変わる。夜間大白は西舞鶴駅で行っている。 ただし、福知山電車区まで改装される運用が一本ある。2003年春から、舞鶴のうち一往復が、観光シーズンや、祝休日などの多客機に、臨時列車として、東舞鶴駅小浜駅間で、延長運転が行われていたが、この延長運転は、現在行われておらず、その代替として、東舞鶴駅で、小浜線普通列車と、相互接続させることで、 利便性をカバーしている。全域間で交通系 IC カード移行化が利用できる。京都駅二条駅亀岡駅その部駅、綾部駅西舞鶴駅東舞鶴駅、KTR8000 系起動車による特急舞鶴5号、橋立5号2011年3月12日のダイヤ改正より JR 西日本287系電車を呼び北近畿丹後鉄道。 KTR8000 系機動車が使用されている。前日の11日までは183系電車が使用されていた。全列車が普通車のみで、グリーン車は連結されていない。綾部駅で方向転換を行うが、舞鶴線内での走行は30分に満たないため、東舞鶴駅始発の列車の座席は進行方向と逆向きにセットされている。また、 k t r 8 0 0 0系の新デザイン編成、単語の海も導入されている。287系電車、k t r 8 0 0 0系機動車担当車小区、宮古列車区福知山車小区、運休新型コロナウイルス発生に伴う運休に、ついて2021年3月13日から、当面の間定期列車、京都東舞鶴、3.79号。 東舞鶴京都4.852021年12月1日から2022年1月31日までの運転日時現在一部の列車で運転を取りやめている列車についてはこの期間は運転することになった運転日121から3111から 31, 1 1から31京都東舞鶴3.79号東舞鶴京都 4.85マイズルには赤レンガ倉庫群など旧帝国海軍の遺跡が多数残っており特急マイズルのイメージカラーも赤レンガにちなむ。ありがとうございます。